さあ友近さん、いかがですか。はい まず5人と不倫したというのは言う必要なかったなというのは印象を受けたのと第2の第3の爆弾が最近はよくありますから先に言っておこうということがあったと思うんですけどこっちは赤井さん線で知りたくないし乙武さんもそういうのって奥さんもそんなこと言ってほしくなかったんじゃないかなと思うし子供さんもそういうことを言えないと思うんですよね。 奥さんの謝罪文は、うんまあ、多分まあ今後、夏に出馬するというあって、まあ、政治家になるっていうのを見越して、やっぱり政治家たる、政治家の嫁たるものは、やっぱり旦那を支えていかなくちゃいけないから、私もここで一緒になって、謝罪しとかなくちゃいけないんじゃないかみたいな考え、ね、方も。妻である私にも責任の一端があると感じておりますと、すね、改めて夫婦で。次を見据えてる感じがしないでもないですか